ちは、レトロ自販機を巡る旅、ハナさんです。今日は四国の後編ということで、早速徳島県のコインスナック5所24に来ております。視聴者さんからもコインスナック5所行きますかということでコメントいただいておりましたけれども、本日来ております。そしてこちらのカレーの自販機、日本で2台しか稼働していないということで、そのうちの1台がこちらにあります。これから中から買って食べていきたいと思います。レッツゴー。ちゃんとあったかいですね。自販機カレーライスのカレーを食べていきたいと思います。この黄色い包み紙が渋いですね。なんか中辛、スプーンもちゃんとついてますね。じゃあちょっといただきます。あ、これはなんかこのカレープロクオリティらしいわ。このうまい、めちゃくちゃ黒だから、ちょっとラムされたと思って食べてみて。あの辺とは違うね。違う、ちょっと食べてみ、なんかうまくね、あ、な、めっちゃうまいな。プロクオリティよな。これ癖になるやつ。癖になるやつやな。続々とみんな買いに来てますね。おいしいね、ちょっとちゃんちゃん半分くらい食べてよ。これたまるな。たまるね、味がいいよね。なんかレトルトって感じの味じゃねえが、うまっなあ。カレーの量とこのご飯の量が絶妙。ルーもだけどご飯も美味しい。ご飯な、毎日なんか炊いて入れとんだって。あ、やっぱりっていう噂。米が米美味しいね。グッドです。これね、ハウスのプロクオリティですよ。これでね、300円なんで、ね、安いよね。安い。ご飯結構、多い、ね。1人前より、おいく。あったかいし。あったかいご飯大盛りって書いてる。書いてる？ご飯大盛りです、本当にね。美味しくいただきました。ごちそうさまでした。さあ、コインスナック5所24、徳島県ということで、金ちゃん、ヌードルと金ちゃん焼きそばをぜひとも食べていきたかったところなんですけども、こちら見てください、売り切れですね。残念ということで、また機会があればこちらは食べていきたいと思います。見てください、こちら開けて、はい、ありますね。ジンジャーエールが出てきましたね。ここで開けていきたいと思います。おお、開いた。チェス。どうですか？おお、最高。最高。瓶はこちらへ返します。梅ガム。はい、ちゃんちゃん、梅ガムを食べて次の場所へ向かいましょう。行きましょう。梅ガムじゃな。梅ガムだね。梅ガム最高。最高。次の場所へ。レッツゴー。アサヒビールのね、4本ぐらいの幅の細身の自販機発見しました。今はおそらく稼働してない状態じゃないかなと
思いますね。その隣が白鶴のまた細身の自販機ですね。こちらも多分非稼働の状態じゃないかなと思います。はいどうも、横田自販機コーナー、今来てるんですけども、体調崩されてうどんが買えないってことは知ってたんですけれど、一度来てみたくてちょっと寄ってみました。皆さんの気持ちがここに書かれてますね。復活を心待ちにしていますとか、長年お疲れ様でした、美味しかったですとか、自販機うどんフォーエバーネバーダイとか書かれてますね。なんとかこう引き継いで、あとまだやってくれる方どっかいませんかね、お願いします。はい、こちら麺どころかねかさん到着しました。手打ちきつねうどんっていう風に書いてあるんですけど、メニューは天ぷらうどんで、片方のボタンは使えないので天ぷらうどんの一本勝負ですね。500円玉とか50円玉、10円玉使えないので100円玉専用でお願いしますということですね。ちなみに時間は4時から売り切れまでっていうことで、午前中とか4時まではやってないみたいなんで気をつけてください。それでは早速買っていきましょう。いただきます。いただきます。天ぷらうどん、お、入りました。うん、入ってる、めっかえび入ってる、めちゃくちゃうまい。味、うん、いただきます。だしうま。カップがプラスチックやな。あ、そうだな。うん、これ再利用しないやつね。うん、手打ち麺。麺の素材いろいろじゃない。そうじゃな、まちまちやな、うん。これは何よりも つゆ、だしがさ、うまいなあ、最高やな、うんうん、だしの量多かったね、うん、もうこぼれそうなぐらい満タンでな、うんうん、うん、エビもうまい、もう本格的な本丸エビ天です。麺の量ランキング1位じゃね、うん、めっちゃ入ってるじゃん。入ってるね、うん、ネギ入ってた。あ、ネギ？ネギが見えなかった。あ、下の方にな。うん。これはちょっと驚いたな。うん。高いあったね。うん。もうたまらんな。うん。お店の方も食べてみたかったんだけどな。うん。時間が間に合いませんでした。間に合いませんでしたね。なんかもみじの里の手打ち麺はなんかさぬきのちょっと太めの感じやけどな。うん、このは平？なんかちょっと平な感じやな、うん、私好きな麺だ。あー、落ちた、落ちた。
今回割ったりして汁まで飲み干しました。ごちそうさまでした。コーヒー Z ビレカリフォルニアっていう自販機ですね。ビレカリフォルニア不機嫌ウォーター、懐かしい感じですね。コーヒー Z、 なかなか見たことがない自販機ですね。はい、いかがだったでしょうか。レトロ自販機を巡る旅パート6-7、四国の前編後編とお送りしていきました。見ていただきありがとうございます。もしよろしければチャンネル登録高評価よろしくお願いします。これからも引き続きレトロ自販機の旅を楽しんでお送りしていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。またねー。